こんにちは、です。あやかです。はい、ということで、ちょっと今回なんですけど、はい。ちょっとね、やっぱガチャいっぱい、やっぱ最近ね、復刻とか、結構来ましたよね。多いね、マジで多い。ちょっとやっぱどれを引けばいいか、なかなかその見分けをつけるのが難しいと。まあガチャ評価もね、なんかいろんな人の意見あるからね、やっぱ。そうですね。ね、まあしかもまあ、やっぱ YouTuber の方々やっぱ強いっていう、やっぱ、ね。そう。しかも、まあ引いてるじゃん、あの人たちはもう。結局、まあ、結局ほぼ全部引いてますからね。そう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 。やっぱりどれを引けばいいか、ちょっとわからないと。まあ多いだろうね、そういう人は。そういう人多分多いと思います。ということで、ちょっと今回、リーフと一番健全にプレイしている男、というのをちょっと今回お呼びしまして、はい、じゃその方にちょっと、ガチャのスルーの極意、というのをちょっと、ね、教えていただきたいなるほど思いまして、ちょっとゲストをお呼びしました。バケンさんです。やっぱガチャの、ね、スルースキルをちょっと今回僕らもちょっと学びつつね、ちょっと皆さんにも教えていただきたいなと思うんですけど、どうですかやっぱガチャ、やっぱちょっとみんなここ引きすぎだなみたいな思う時あります？まあなんかなんだろう、よく配信者にこれ引いた方がいいですかっていうコメントはなんか自分で決めればいいじゃんっていう。ああ、バカにしてますみたいな。ちょっとバカにしてますね。いやいや、これ敵作りますよ、これはなかなか。まあ逆にまあ彼が引いてる選手は逆に強いという意見もまあね。まあ。ありますから、まあちょっと今回各県がのスカットを見つつ、ちょっとどのガチャ引いてるかもちょっと見ていきたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。そもそもね、ちゃんとまずいるのかっていう選手が、強い選手が。確かに。まずいない可能性もね、あ、そう、一応、ね、いや、それ持ってないんかいみたいな選手、はい、結構いる可能性あるから、ね、確かに。そこもじゃちょっと見ていきましょうか。そう、まずゲームプラン、あ、まあ、これ、ね、これびっくりした、今これが実際ちょっとまずいからね、ツアーって書いてある、ツアーって書いてある。はい、まあこれがまあとりあえずガチスカと、まあまあツッコミどころを探していこう。とりあえず俺と新たで、まず最初、まずいいですか、一つ。はい、なぜシュマイケルとチェフがいないのか。おー、確かに。まあ、そのここ、まずじゃあ、まずキーパー確かにね。B 固定のキーパー、まあ、シーマンとかもいるじゃない。うん、まあ、なぜ、まあ、今、はい、そうですね。クルトワのままなのかっていうのはちょっと。うん、まあ、個人的にクルトワが一番止めると。止めるし、まあ、マニュキーもするんで、止め感が一番いいかなっていうので。おー、あの、キーパー、B 固定が欲しいとは思わなかったな。まあ、一応、エピック無料で、まあ、今はベンチに多分、ノイア入れちゃったけど、もともとチェフとクルトワの2枚体制でやってるから、あのヘッドギアチェフね。ああそうです。なるほどなるほど。ああまあまあ、じゃあまあまあまあ、あの2人以上の能力の選手はいますけど、別にこの2人でも止めれてるからいいかなっていう。ああじゃあもうキーパーはこれから B 固定どんな選手が入れても取らない？ほぼほぼ。ああなるほどね。まあその選手狙いで引くことはまあなさそうと。そうですね。なるほど。キーパーはスルー。キーパーはもうこれからね。あとはやっぱじゃあまあ、まあここ関係といえばやっぱり、ね、まあ負けれるよな。そう、ここなのよやっぱり。ここやっぱビエラが、ビエラを獲得していない。そう、取らないのよビエラを。うん、でまあその系のやつら、まあでかい中盤、中盤アンカ系、はい、は多分軒並みスルーしてるよね、学研も。そうですね、今のところそうよ、ね、ほぼしてますね。うん、これはだってまあ一回なんかね、それこそビエラとチェフが両方来たガチャ、確かにありましたよね。ジューベルト・シルバとかこのアンカー、確かにプラスキーパー、やっぱそれでもスルー、スルーしたね。うん、そうよな、あっこスルーしてんだよな、これ。そうですね、持っていないからね、ビエラとか。ないビエラ使ってみたいな的なさ。いや正直やっぱ賭けのプライド説もありますからね、これは。もうビエラは俺はもう使わない、みんな使ってるでしょ、使わん、ここまで来たらみたいな。まあでも地上戦はもう負けれでいいし、うん、本当に足が伸びないで、まマッチアップに引っかからないぐらいで、あとは満足してるんで、別にそんなあのグリッド取ってくれる感もそんないらないしなっていう。あ、もう取り感はじゃあもうこれで満足ってことなんだ。まあ一応、うん、気にならない空中戦とか、なんか、そうなんかリエラ多分その取り感もありつつ空中戦もあるみたいな。あ、そう、なんかあのライカートとかトミヤスが競った後の回収のハイボールっていうのかな、はい、そういうとこはなんかやっぱ大きいやつのが良さそうな気もするけど。まあそうっすね、まあでも、うん、そんな、はい、いいかな。え、気になる時ない？俺絶対あると思う。いや俺も多分このサイズのやつのワンボランチ多分気にならないことはないと思うね、さすがに。うん、その瞬間瞬間は気になってるかもしれないですけど、あ、まあトータルで見たら気に、はい、別にいいかなって。勝敗には直結していない。まあいや、うーん、そこまで大きくって感じなのかな。そうね、そうか。
まあ、ルンメリギはまあまあルンメリギはね正直、まあ、これでもまあこれでも全然能力的にはうん、あフレンキー・デヨングがあれだわ、アラウホフレンキー・デヨングがいないわ、確かにぐらいの感じですよ。まあ、言うてあってこの両端無料ですか、まあ無料ではないか、グバルディオルは、まあまあ有料 ですけどみたいな。ここもなんか一応欲しいとならなかったんだ、この B 固定のディフェンダーで。確かに、まあ、ベルゴミ・マルディーニもいないわけやん。ベルゴミ・マルディーニ、ワンビまでいないからね。おお、もうそこ全スルーで、ね、全スルーだから、まあ、これもなかなかいないよ、なかなかいないと思う、多分これも理由をちゃんと多分気になると思う、みんな。まあ後ろは、うん、まあ結構これは言ってるけど B 固定がとりあえずまずは第一条件いればいいかなっていう感じで、まあね、人数ね、ちゃんと。なるほどね。で、まあ一応この3人で、まああとはまあ富安くらいの能力をしてれば、まあ正直誰でもいいって言ったらあれですけど、あっていう感じなんで、まあ漠然と こいつがいいっていうのはないんで、あ、なるほど、俯瞰的に見た能力がほぼ一緒って言ったらあれですけど、じゃあ楽器はもう180センチ以上あってディフェンス系全部90以上あればもう誰でもいいと、まあ正直あの漠然とした言い方、なるほどなるほどなるほど、でスキルも、まあ、ある程度あれば、まあそうだ。ベンチにはいる？ディフェンスライン、これディフェンスはまああとはトモリだ、トモリとか、ね、まあプジョルも一応いますけど、なるほどなるほど、確かにこのディフェンスラインは確かに興味なさそうだわ、ディフェンスに。ないな、ないな、ディフェンスに興味がない男のやっぱパバルテこれ確かに誰来ても取らなそうですね、もうこれはもう取らないね、ディフェンダーは多分本当好きなのが来ない、多分来ない、はいはいはい、取らないね。これ確かにもう1年後もここキーパーからボランチ変わってない可能性まであるかもしれないよね。ある、うん、まあありそうだね、あるそう、もう興味ないもんだってディフェンスほぼまあそうだな、ディフェンスキーパーもかちょこちょこグバルとかパバールのところがまあライブアップでいいやつになるぐらいで、多分これ、ああ、まあそうっすね。ベンチ外はどうなってる、ああ96とかなんかいるもんね、もうこの辺に。ああ、まあそうっす ね FP がこの最初の画面にいるのすげえ新鮮だなと思って今確かに FP ちょっと多いかも、この1ページ目が、そう、1ページ目に FP こんな映ってんのなんか絞り込みしてんのかなと思ったもん、うん、あ、いや、マジで一切しないんで。マジかよ。確かに、これだと入ってくる人いないな、勝手に確かに。あんまり。まあ、ピルロが好みで入ってくるかどうか、はい、プジョルとあと。まあ、そうっすかね。ぐらいかな。調子下まで行けばいるかな、誰か。95ぐらいまで。あ、でもこっからも B いないもんね。ああ、そうっす、いないっす。まあ、こうやって見ても、一番最近引いた B がさ、B 固定がだって、一番最近引いた B 固定誰になるんだろう。まあ一応このままスライドしていけばいつか出てくるでしょ、 B がカールトとかそっちの方じゃん。え、リオコスタクレタいるけど、だって J だからね、ここ、うん、あれほらやばいよ、 J の次、あ、ああここか、コスタクアンブロジーニ、アンブロジーニか、アンブロジーニライカールトか、めちゃくちゃ前だ、いつよ、だってこのガチャ来たの50日前だからね。ってことはもう5週分ガチャ何も、まあ、何もじゃないけど1ヶ月半ぐらいですかね。そう、あの前川とかが引いてるからまああれだけど、あ、まあ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 、この150のボックスをもう50日間やっ、そっか、スルーし続けてきてるのよ。そっか、ワンビーエリクセンとかも引いてないってことだもんね。そう、で今回のラームとかもいないわけじゃん、もう。あ、そうっすね。だからもう今後多分引く基準が、うん、どういう選手が来たらやっぱ引くのかっていうのを、確かにこれもう誰が来たら引くの、そう、だ、そう、どのタイプが来たら、多分タイプ、いやって能力的には多分運営型タイトルだから多分バグったの出てこないんで、もう絶対、まあそうっすね、ってなった時になんかこう引く基準というか、はい、どういうタイプの選手が入ってきそうだったら引くのかっていう、どういうタイプ、もうこのここにいるスカットのもう強いバージョンが来ないと引かないのか、あ、それともなんかちょっと違うタイプで欲しいのがいるのか、うんうん、基本的には上位互換が来たら迷うかなって感じですかね。ああ、もう、あ、今使ったやつ完全上位互換、はい、もうじゃあ新しい選手は入ってこないと、まあの、まあ、それも能力とかなんかスキルとかそういうの、うん、あと自分がその選手自体を好きかどうかっていうのも考えてくるかもしれない。ヘーネスとか
だからヘーネスとかルンメニゲとか、まあ、あルンメニゲあれか、まあ、ヘーネスいないやん。ヘーネスはルンメニゲ取ってないんで、そあそかそかそか、じゃあダメか。でもヘーネスとかもね、そそられなかった、ね、確かにヘーネスでルンメニゲも一応上位互換になるわけ。あ、そう、あ、そうよ、ルンメニゲなんか完全上位互換でこれの、そういえばそういえばそうだわ、うん、そうですね、もう、うん、それでもやっぱ入ってこないと。まあそうだね、上位互換でも、まあ、別に こっちで9でいいかなっていう時もたまにある。あ、でもレオンは乗り換えてんだよ。持ってなかったね。あ、レオンは持ってなかった。あ、そうか、 FP 使ってたのか、はい、そうかそうかそうか。ヘーネスもだからいらなかったってことだもんね。まあそうだね、うん、これ引くか、これ確かに。どのガチャが来たら今後ね、うん、コナミ様は引いてもらえるのかっていうか、コナミ様はちょっと考えないといけないですね、真剣に。これはえ、これ C でも能力上位互換だったら引くの、その B 固定のやつより。あー、 C でも明らかに強いみたいな。多分引くと思います。うん、アドバイス最後やっぱね。まあね、あとはね、たくさんガチャ引いてる人たちに対して一言とかね。そう、そうですね。最初やっぱさ、新しい選手来るとうわってやっぱなるから、そうそう、やっぱ引きたくなっちゃうわけよ。俺2試合でベンチ外になってる1万5000選手いっぱいいるからね。あ、前がそうそう、ね、2、3試合で使わなくなってるやついっぱいいるからね、うん、やっぱね、使ってみたい欲っていうのはあるんですよ、みんな。はいはい、まあそうです、新しい選手じゃあスカケンはことごとくその欲望を我慢してスルーをし続ける。まあそうね、はい、やっぱその心得というかさ、うん、なんだろうな、教えていただきたいなと、うん、ちょっと気分としか僕は言いようしかないかな。どういう風に俺動画にならないよ。まあ基本的にはそのまあこれもガチャレビューで毎回言ってますけど、欲しい、まあ、ハイライトも含めて目星いいのが2人ぐらいいったらちょっと引こうかなっていう感じにはなるんで、うん、基本的にまあ3体のうちにまあルンメニゲ過去最強がいてもまあ150分の1はちょっときついなって個人的には思うんで、あ、基本的にはまあ 2,3 人ちょっと強いのはいないとステイしようかなって個人的にはなります。まあ、それか結構あのまあ、劇作家すぐメンテ明け配信とかするからそこでコメントしてる人は、うん、まあ、別に1週間猶予あるから、うん、そんなすぐ引かなければちょっとステイしてもいいんじゃないかなっていう感じかな。はい、ということで、はい、一応今回ねゲストのカッケンさんをお呼びしてちょっと解説してもらったんですけど、まあ、一応ねガチャこれからも、まあ、多分迷う時あると思うんですよ。毎週来ますからね、結局ね来ますから、まあ、困った時はこの動画に帰ってくる、あの沼った時と同じこの動画に帰って冷静になっていただく。あんなこと言ってたなって。そうです、カッケンさんのこのお言葉をね皆さんちゃんと感じていただけたらなと思います。お願いします。ということで今回の動画は同じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。